働き方 1.0 っていうのは、これ、一昔なんですよね。年功序列、終身雇用。今でこそ、これは、まあ、もしかしたら大企業はまだあるかもしれないけど、てか僕が前にいた会社はあったんですけど、だいぶ崩れてきてます。で、働き方 5.0 っていうのは、機械が全ての仕事を行うユートピア。まあ、AI が進化して自動運転をしたり、いろんなことで機械が置き換わってやるみたいです。この間って何なんだというところなんですけど、この間何だと思います ?2.0 はこれ、成果主義。まあ、なるほどねって言うけど、これね、そんなに大した話じゃないですね。成果主義っていうのは、もう本当にできる人にお金とかも支払われる形です。すごい、例えば稼ぐ仕事でいうと、例えば金融の仕事、証券マンさん、保険営業マンさんとかってもろこれです。僕、実はすごい証券マンじゃない、保険営業マンさんからお仕事をもらってる、その人の仕事に保険に入ってるんですけど、まあめちゃ稼いです。でも30代、皆さんが多分考えられないようなとんでもない額を稼いでいるような人が今世の中にやっぱ若い人でもいるんですよ。そういった成果主義っていうものがだんだん振られてきました。まあ別に 1.0、2.0 が悪いとかって言ってるわけです。3.0、4.0 ってどうなってるのかっていうと、3.0 はプロジェクト単位でスペシャリストが離散集散するシリコンバレー、よくわからないんですね。まあちょっと後です。4.0 はフリーエージェント、ギグエコノミー、これもよくわからないんです。これどういうことかっていうと、ですね、ちょっとイメージしてもらいたいんですけど、僕がさっき初恋種っていうエピソードを出させてもらったと思うんですけど、あれも実はこれです。3.0 型でやってるかなと。僕自身がこんなのやりたいっていうプロジェクトを作りました。お金なかったですけど、いろんな人から協賛とか募ってお金集めました。で、このお金を使ってみんなでこんなのやろうって言って、例えばさっき言った動画クリエイターさんを招いたり、アーティストを連れてきたり、そういうことをして、どんどん輪を作ってたんです。で、この人たちで一緒に仕事をパッとやって、その後終わった後は解散。こういうのってシリコンバレーってすごい多いです。今って、まあ、これはちょっと起業家志向にもなるんですけど、4.0 ってどうなってるかっていうと、フリーエージェント型って言って、ちょっとこれ、ネット上でですね、なんかこう、クライアント、なんかこう、優秀な人材見つけたいなとかっていう人がいたら、それが、クラウドワークスっていう仕事に依頼するんです。そうすると、全国にいるスキルを持った人が、そのスキルを提供するっていうサービス。こういうのを知ってるっていう方、なかなか知らないかもしれないですけど、こういうサービスもあったりする。だから、ネット上で全部完結しちゃうんですよ。そんなサービスもあったりしますし、同じようなサービスっていうのは、ここだなっていう、こうやってスキルをめっちゃ売ってるサービスだ。昔ね、僕、スタートアップの時こういうの使ってましたけど、自分のやりたいこととかできることを、こういうところに載せといて、それを欲しい人に買うんです。そんな感じでマッチングをするっていうことが行われてます。だから、別に会社の人に依頼しなくていいんですよ、全部。絶対にこうじゃなきゃいけないってわけじゃないですよ。会社の人に依頼する必要がなくて、外の人と組むことができるからいいんです。僕は経営者なんですごい感じるんですけど、例えば社員が5人いたりすると、全員に毎月何の仕事この人たちが成果出さなくても何十万か払わなきゃいけないんです。これってすごいリスクなんですね。だからこういった仕組みを使ったりして、プロジェクト単位とかインターネットを活用していろんなところで仕事できるようなスタイルっていうのが、これからの時代は来るっていうふうに言われています。これ究極がオンラインサロンって言われて、月額1000円払って西野さんのメモ帳を見放題で、作戦会議に実際に参加できる、イベントにも参加できるよっていう。1000円払わないと西野さんが主催するイベントにも参加できるし、なんかこう面白いことやるっていう作戦会議に参加できる。こういう人たちが1万人以上、今、実はこのコミュニティに1万だったかな、2万とか忘れましたけど、すごい量の人が入ってます。で、その人たちが集まると、どういうことが起こるかっていうと、っていうのを、これオンラインサロンのメンバーが実際に参画してやってる。さっき作戦会議って書いてあると思うんですけど、お金を実際には払って実際に経験をするっていうことをしてるケースがこういう感じになって、しかもみんなボランティア精神あふれるし、みんなでこうプロジェクトを作る。今って実は花火大会の話最初したと思うんですけど、花火上げるのって実は地域の企業の方が協賛していただいて実際に成り立ってます。でもいろんな地域で実は花火大会が中止されてきてるんです。どうしたっていうと、さっき言った少子高齢化とかの流れで企業がやっぱり元気がなくなっているところが増えて、お金を出せなくなってきてるんです。だからやっぱり在り方として企業にそういったものを依存しちゃうと、地域ってどんどんやっぱり衰退しちゃってる。やっぱり僕ら若い人間が、僕もまだ若いつもりなんですけども、若い人間がやっぱりこういうことをやりたいって思って叶えられる環境っていうのって、僕はコミュニティの力だなと。地域にはやっぱりもっとこういうものが必要なんじゃないかなと思うんです。僕自身は地域の課題って、例えばですけども、今まで聞いた例で言うと、解析の業績がこう緩やかに下がってるけど新しい事業に手をつけられないっていう会社さんたくさん見てきます。社員が広告で集まらないってすごい悩んでいるけど、実は会社の社風を変えられない経営者さんも見てきました。でもこういう人たちって自発的な発想を持つやっぱり社員さんが中にいないから、そういうことができないし、昔ながらの回収っていうものもなかなか変えられない、なんか意固地な頭になっちゃってる会社もあります。そういうところをやっぱりここにいるような皆さんがフレッシュな気持ちでやっぱり突っ込んでてほしいですね。そういうことをすると、さっきみたいなイベントみたいなのもできるし、会社の業績だったりとかも、やっぱり若い人がみんながですね、いいところに就職して、面白いところに就職して、自分の夢を叶えていくことで、日本経済が良くなったら、ちょっと大きい話ですけど、面白いなって思うんですね。